北条の実験体か。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。油断はできない。どうだ。マジかよ。マリーダ、なんとかこれだ。叩き蹴る。いい感じじゃねえか。このまま行くぞ。楽しんでいただけているかな。接触後も特に変化はなしか、うん、おい待ちやがれ。行くしかないよ。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。倒せない相手じゃ。はい。切る。切る。当然の結果だ。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだな。考えてるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。じゃあおもちゃによろしく伝えてくれ。な、何がどうなってある。
この隙に。うわっ、まずいな。今だ。第4研究室か？
扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうぞ。道がつながっていればいいが。さてに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。おい、大丈夫か？
お待たせ。さあ、一気に行くよ。行け。諦めないから。それを当てる。わっ。沈め。勝負あり。もう一回。決意。行くよ。じゃあね。さあ、それを。勝てない。こんなところで。決める。大丈夫？助かった。やったな。クラウドたちの状況は？第四研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。私の出番だな。見て、エレベーター動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね？うん、クラウドに報告しよう。うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第四研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。暴れがいがあるってもんだ。はあ、ウェッジのやつしっかり
待たせちまった。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。Yeah.
おやすみ。倒したか。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。休憩か？こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。